では、ゲームフリークの30年をキーワードに振り返ろうの後半戦なんですけれども、これでマッサの部屋としては最終回。なんで？とはいえ、マッサの部屋としては最終回で、ただ YouTube の定期更新っていうのは一旦お休みさせたいと、今後は不定期ということで。不定期なんでチャンネル登録。そのまま。チャンネル登録はそのままで、お願いいたします。はい。というわけで、じゃあ後半戦行ってみましょうか。いいですね。はい。まだ話してないのが、30年前のメンバーと、社内方から見る30年の歴史。そして、30年で一番の思い出ということで、次は、谷氏が。はい。はい、サイコロ。じゃあ、お願いいたします。これで EV 出したら本物だな。確かにそうですね。逆ですね、EV、もう引かないといけなくなっちゃった。岩枠。岩枠。30年前のメンバー。30年前、皆さんおいくつだったんでしょうか。秘密です。秘密です。いやいやいや。いくつですか。22と21。12月だとそんな感じ。僕は17歳。僕はもう、生まれたっていうぐらいですね。生まれた。生まれた。0歳。0歳。タニシは平成元年。平成元年生まれですね。会社と一緒。ゲームリークと一緒。ゲームリークと同じです。同じ。でも実際、どうですか皆さん、はい、30年前何やってたんですか。だからでもまあさっきでも言うプログラマー、ね、もう会社が、うん、ね、できた時だから、はい、会社員というかゲームリーク立ち上げたタイミングなんで、はい、自分はその頃は多分フリーのライターみたいなそんなことライターだったんですか。やってて取材しに行ってたんですか。そう、いろんな、ね、タレントを取材したりとか、すごくない。意外でした。あとは攻略本とか、うちの社長と佐久間明さんの対談みたいなのを、はい、インタビューやったりとか、そんなのやってた。あ、そうなんですね。やってた、うん、でもやってます、うん、で、大使は何をやってたかというと赤ちゃんやってた。泣いてたと思います。僕はもう高校生ですよ。毎日のように池袋のゲームセンターに。悪いやつだね。サンシャイン60の下にゴリラって名前のゲームセンターが、はい、ほぼ毎日ゲーセン。その頃にあったゲーセンのゲームって何?R360 っていう360度回転するあの、はいはいはい、あー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 、とにかく大型筐体、大型ね、大型筐体在前世の頃ですね。超楽しかったよね、あの人、あの頃ね、あのめっちゃやってた俺も。あ、そうなんですね、うん、フライトシミュレーターとかさ、はい、なんかヘリコプターのやつとかさ、はい、アフターバーナーとかさ、はい、むっちゃやってたよ。だからゲームもやるし、うん、徐々になんかゲームをちょっと自分で作ってみたいなっていうのは考えていて、うん、ベーシックマガジンで雑誌買ったりとか、はいはいはい、でそれちょっとなんかプログラム入れてみたりとかして、うんうん、16×16 ドットの中で馬が走るっていうドットを書いたりとか、そんなことばっかりやってた。だからコンピューターが家にあってできるみたいな、うん、そうです、環境ってことだよね。そうですね。で、家にはだからスーファミとか、ああそうですね、あった時代ありましたね。だからみんなゲーセンに行かなくなるんで、ゲームセンター側は巨大な筐体でみんなこう、はい、それは家にはやっぱ置けないから、うん、ね、やっぱそれでゲームセンターに行くって、うん、はい、500円とかだと思うね。高かったです。あ、そんなしたんですか。アフターバーナーとかそんなので、ね、500円100円とか300円とか普通に、うん、土曜日とかに母親にお昼代友達と食って帰るからって、お昼代とか言って、うんうんうん、例えば600円とかもらう、はい、800円とかもらえる、はい、それでゲームセンター行ってゲームセンターで50円ぐらいのカップラーメンを買って、はい、それ食べたら全部ゲームについてる。それは母親は未だに知らないってこと。多分知らない。あ、いや、これ言っていいのかな。あ、でも秘密なんで。秘密なんで。お母さん見てますか。こんな、この息子はそんなことしてました。結構お金は本当に、でもなんか歯医者に行くのに歩いて50円それで貯めてゲームするとか。はい。もう本当に食べ物とかもそうだけど、はい、なるべくこう安くしてゲームするって、はい、ゲームする、うん、まあそんな時代のあれですね、はい、写真を、あ、そうですよ、みんな昔の写真は、当時どんな姿だったんだ、みんな持ち寄ってきたっていうことで、30年前のタニシはどんなんだったんでしょうか。もうね、30年前って言ったらね、生まれたばっかりだから、ね、そうですね、はい、30年前こちらですね。あ、これなんか写真をね、すげえ、かわいい写真が、写真が、でも俺もう髪隠してるじゃん、多分結構ロン毛だったひょひょ、ああ、かわいい、かわいい。めちゃめちゃかわいい。悪い顔してる。悪い顔してる。悪くはないでしょ。お母さんが中に送ってもらったから。あ、そうですね。お母さんに LINE して、昔の写真が欲しいって言って。
送ってもらいました、うんうん、お母さんが選んだ可愛い谷口の写真ってことでもそうかもしれないです ね, じゃあ次 は,、はい、次は僕ないんですよ。あ、そっか。まあ、高校生じゃないですか、うん、でしかもあの当時って別にスマホもなければ、うん、大体みんな写るんですよ、撮るか。しかも男子校だったんで、うん、そんなにみんなで写真撮ろうっていうのはあまりなく、大学のやつは大学のやつ一応持ってきたんですけど、そうですね、3年、4年前。それでや。これ、それ見たい。あんまり見ても、わからないと思いますよ。卒業の時に、各ゼミで作ったんですよ。どこ？これ？それはあの先生ですね。これ？それです。顔がドット絵になってる。これサングラスかなんかかけてる。いやもう多分影になってるだけだと思うんですよ、ね、影になってるんだ。なんかすごい、なんでこんな写真を使ったんだっていう。あ、メガネかけてないからさ、わかんないですね。あ、メガネかけてないんだ。これ何何何のキャラ。ちょっと今メガネ取ってみ。あー、でも髪型似てない、ほら似てる、似てます。いや、それ、いや、本人だ。当時ちょうど学生ながらもバイトして Mac を買ったばっかりで、はい、画像編集にめちゃくちゃ凝ってて、凝ってたもう好きで、まだフォトショップにレイヤーがなかった時代の頃です、うん、フォトショップまだ 2.0 の時代です。そんなお二人の会社のアルバムを持ってきたんだけど、はい、すごいですね。昔からゲームリークってあの出版部とかもあったんで、あ、結構出版系の人頑張ってちゃんとやってる。これが、第3回森本と増田が写ってるようなやつで、だから若干これ30年前よりは、もうちょっと手前未来になっちゃってますけど、もう一個は4回分あって、これ旅行1個が1冊なんです。そうすごいですね。これが最初のやつだ。そう、本気度がすげえ、すごい。それがまだこれ自分がいなくて、そうだから照るな。これあの増田しか多分見せられないけど、凝ってるな。あ、いるね。ボーリングをやってるシーンとかね。本当だ、うん、出たっていう。派手シャツが、派手シャツばっかり着てたっていう。本当だ、かっこいい。なんかジャケ着てジパン折ってこじゃれた確かに何してんねんみたいな感じになってますが、まあなんせ痩せてますな。凝ってますね、レイアウトがとにかく凝ってる。これはすごい。ちょっとね、レイアウトとか皆さんにお見せできないんですけど、これがその、ね、何年だっけ、1991年、28年前の時の写真。これが日光江戸村。あ、これも1993年。もんちじゃん。え、あ、本当だ。寝てるやつ。寝てるやつ。まあ、もんちといえば寝てる。うん。感じだね。これ。これが、鴨川シーワールド。これ平成5年。うん、そうですね。なんか旅行ばかりしてねえか。森本の筋肉感がやばい。すごいですよね。とりあえず、これ出しすぎでしょ、みたいな。これやばいやろ。やばい、ね、そうそう。昔さ、水泳部だったよ。あ、水泳部。うん。学生の時水泳部で、なんで、むっちゃこう、体良くて、海行ってもなんか、普通の海パンじゃないんだよね。なんか、ブーメランパンみたいな。ブーメラン型の。はいはい。一人だけちょっと違います。見せたがってるじゃないですか、完全に。ちょっとやばいやつね。やばい。やばいやつ。楽しそう。カラオケ。あ、増田さんなんか歌ってる。なんか歌ってる。多分俺が歌ってるってことはなんだろう。ゲットワイルドとかそういうやつ。ゲットワイルド。これが。会社の中でのふざけてる写真。ふざけてる写真。これ俺とモンチ。ワリオとワリオ。だね、ワリオとワリオが。多分これ CM？ なんか使われてる。そうそうそう。下北の、あそこの屋上や。黄色いビル。黄色いビルの屋上で撮った。これ一応、これでも94年。多分、グアムに行った時かな。だね。一番左。ゴーちゃん。ゴーおじさんですか、ね、ゴーおじさん。一ノ瀬康介。変わってないな。そうや、ね。変わんないんですよね。そうや、ね。これさ、94年だからさ、はい。神取り出る2年前。あ、そうなんですね。開発 してる最中。あ、最中だ。こんな感じの雰囲気で。作っていた。ポケモンを作ってたと。この雰囲気で。この雰囲気。筋肉すごかったね。いや、すごいですよ。まあ、あるよ。今ね、まあ、ありますよ、ね、まあ、うん。この頃、露出しすぎてるんだよ。基本的に全写真タンクトップ。最近さ、そういうのがないだけであって。ね。ね。なんでだろうね。やっぱり、そろそろこっちに戻して。自分の筋肉が好きだったんじゃないのかな。なるほど。あ、そう、自分のね、あと1枚、ちゃんと30年前のがあったんで。ちゃんと。だから22歳。で、これ、
思うに、10月1日って自分の誕生日なんで、なんだこれ誕生日に親戚に祝ってもらったのか、なんかちょっと22歳にして恥ずかしい誕生日だなって思いつつ、あと、このね、服が面白くて、なんか、シャツなのに前は開けてるんだけど、シャツはズボンにインしてしかもこれボタン取れてるだろう、これ一つ、みたいな。それはダサいですね。それ以上にこのポーズ悩んでポーズ。そうですね、まあ、ポーズはいいや。まあまあまあ。いや、タンクトップじゃない、貴重な写真でしたね。ね。これもタンクトップだったら。もう最高ですよね。じゃあ、残すところ二つなんですけど。じゃあ、うんのくんに振ってもらおう。はい。じゃあ、僕は振ります。チャラララーン。あ、大丈夫だ。社内法から見る30年の歴史ということで。社内法。はい。じゃあ持ってきますね。ゲームフリークといえばね、社内法ですよ。社内法ですよ。さっき言ったみたいに、これ出版があったりとかもしてたんで。ずいぶん長いみんな、うん、ですよね、歴史としては。そんな昔から結構最初の方から。社内法作るぐらい人が多いかどうかっていうと、そんなに。確かに。もうコミュニケーションむっちゃ密にできてるんだけど。口頭でできるレベルの。もうこれ、ね、僕が個人的に集めていた社内を。もともとほら、ゲームリークって、そのミニコミ作ったりとか、うん、出版部もあったんで、より作って、いろんな人が作ったりとか、うん、なってたりするけど、まあこれだけの数ですね。いや、すごいですよね。いや、だから社内法はやっぱりこう書いてるときに、こう社内の歴史を残そうみたいな形であれしてるんで、うん、こういうときにこうね、あ、威力を発揮するわけですよ。ね、第1号は。第1号は、企業として必要なことみたいなことを書いてある。おー、すごい。すごい。1992年3月31日発行。しかも社長がこの文章を書かれてるんですか？あ、そうなんですか。ゲームフリーク出版部って書いてある。はい。で、最初の方で面白かったのはですね、はい、当たり前のことが書いてあるんですね。はい。遅刻連絡は遅らさず、みたいな。遅刻連絡は遅らさず。まず、入りのことが面白い。出勤時刻は人それぞれ違いますが、っていう書き出しが。出勤時刻は決めるようにします。この時は出勤時間決まってなかったから、これから決めます。あ、っていうのを宣言してるんですね、はい、30分以上遅刻するときには会社に連絡しましょう。いや、昔さ、そもそも電話を探すのも大変だったからさ、外でまず公衆電話見つけて、はい、それで会社に回さないといけないから。今だったら、ね、メールとかで。別に LINE とかでも送れるって出せるけど、そういう時代じゃなかったんで。公衆電話からか。そうそうそう。あとは、欠勤連絡は欠かさずとかね。いや、欠かす欠勤連絡があるんだ、みたいな。仕事の汗は3階で。どういう？シャワールームがあったんで。ああ、そういうことなんですね。シャワールームっていうか、普通の家だったんで。民家だったね。なるほど、うん。ソフトの売れ行きがどうか。で、9月号、1992年の9月号、森本が新しく入って、グラフィックデザイナー、グラフィックデザイナー、グラフィックデザイナー、見た目の割にはかなりの大食感です。趣味は競馬、麻雀など、あとプログラムにも興味があるので今は勉強中ですって書いてある。増田さんは、サウンドコンポーザー、仕事柄というわけでもないですが打ち込みでハウスミュージックを作るのが好きです。もちろん趣味で聞くのもハウスが多いですけど、はあ、何も言ってるようで何も言ってるその時に来たの。そう、そこの時はまだプログラムが全然できてなくて、はい、で俺アセンブラとかやってたんで、はい、教えてたもんね。そう、教えてもらって、自分ベーシックしかできなかった、はい、結構いろんな人のプログラムを教えてるよ、うん、そうなんですね、うん、システム関係やってたから、ネットワーク関係全部やってたから、はい、あとはこの号だとポケットモンスターの人気投票結果発表、1位が同率かナッシーとヤドラ、3位がピッピ。社内ですか？社内のね。人気投票。あの少ない人数で投票したってことですよ。いやー、すごい。というか、これあれですよ、人気投票っての開発途中なんですか？そう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 。え？92年。この頃はピカチュウがいないんで、あ、いたかな？いるかな？わかんねえや。92年。いない可能性がある。この時にもう名前が確定してますね、それで言うと。お、ここに書いてあるポケモン全部そうだ。ベトベタ、タマタマ、カラカラ、ニドラン、不思議そう。人気モンスターって書いちゃってるから。今やるとチェックされる。そうですね、ダメですね。でですね、次はこれ。ああ、懐かしい。2002年、もうだいぶ飛ばしましたけど、2002年。そうですね。
なんちゅう格好してるんだ。すごいですね。そう、この頃は本当にピアスとか、指輪も自分で自作したシルバーアクセサリーをチャラチャラつけたりとかしてて、なんかものすごいスノーボードにハマってる。あ、スノボ、趣味スノボーって書いてある。そして、ま、もうこの頃から、アイドル。アイドルって言ってるんですか？アイドル CM 画像収集。あ、やってましたね。やってますけど。今趣味です。趣味。動物占いぞ。あの時代流行ったもんね。流行ってた。今熱中していること、松浦綾。結局アイドルや。お前アイドルしかないんだっていう。もすぐ馴染んでましたね。あ、そうですね。確かにね。そうなんや。これは第1回バトル社内大会。ああ。ほら。1位森本。それを言いたかったの。それはもう、ね、それで戦死はずだったな。何やねんな。自分の告知のために。そう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 。強いでしょっていう。強いでしょ?15戦0敗だからね。あ、すごいですね、でもそれは。本当だ、無敗じゃん。あ、そう。カビちゃんが2位で、13勝2敗。13勝2敗も相当すごいですけどね。うん。他がいかに弱いか。谷くんの新人紹介。髪短いね。あ、そうかもしれないです。いや、多分この時は切ったんですよ。入社前だったんで。趣味、オンラインゲーム、洋芸、海外ドラマ。うん。なんか面白いとこあるかな。嫌いな食べ物、じゃがいも以外のすべての野菜。ああ、そうですね。ね、野菜食べないからね、タイムね。野菜はもう、そうなんだ。何にも食べれない。へえ。じゃがいも良くないよ。まあそんな感じですかね。はい。はい、でもね、なんかね、いいやつ作って面白いやつ書くと、はい。みんな読んでくれんねん。そうですね。そうだね。ここがね、その、作る側も結構やっぱり気にしだすっていう。それで結構こうインパクトあることやったりとか、いろいろやってるよね。じゃあ、次行きますか。はい。はい。もうあと残り。30年で一番の思い出ですね。はい。はい、じゃあ、森本がサイコロ振ります。そうです。振るの？これ振る意味あります？多分最後もちゃんと出ると思うよ、多分。森本さんが奇跡。いや、だからそれ以外出たらさ、うん、ちょっとあのタンクトップになってもらおうか。いやいやいや。あ、それは面白いですね。ミニ流でしょ。ミニ流、うん、はい、ほらちょっと怪しい。怪しい。もう一回転ぐらい欲しい。もう一回転行ってみましょう。じゃあ振ります。だらだらだったん。ほらミニ流ってことは30年で一番の思い出。じゃあ皆さんのその、思い出を聞きましょう。僕なんかやっぱいろいろありましたけど、その中でもやっぱゲームフリークが入ったのが多分一番思い出として、うん、いやいやそれは本当そうですよ。実は今日あの入社した時の労働契約書をちょっと持ってきて、すごい、ちょうど平成14年2月4日に入社してるわけなんですけれども、うんうん、これさっきいろいろ話した中で面白いのが、駐車時間が1時とか12時って言ってたじゃないですか。あの使用期間中は朝10時から来いって。ああ、そういうのもあった。だから誰もほぼいない状態で出社してるって。いや、しかも、あの、教育担当はなぜかその10時に合わせて来なきゃいけなくなっちゃうっていう。これ、面接も結構覚えてて、自分、僕一人に相手が5人。5人。ああ。で、うち3人が総務の人っていう。人事ではなく総務の人ってなっていて、僕は実は趣味にシルバーアクセサリー作りっていうことを書いたら、そのシルバーアクセサリー見たらその話でほぼ終わるっていう。みんな興味持ってくれて、これどうやって、あ、家で釜みたいのがあってみたいな話で、じゃあこれダメだったかもっていう。いや、ダメだったかもとはあんまり思わなかったんですけど、どういう感じだったんだろうなと思ったら、もうその日の夜に電話かかってきて、あの、ぜひ来ていただきたいっていう。シルバーアクセサリーが良かったんだ、ね、良かったんだっていう。あの、いつから来れますかっていうところで、あの、いつでも大丈夫ですって話をしたら、じゃあ来週から来てください。それで、増田さんからお願いいたされた仕事が初日から徹夜だったっていうのを覚えてます。増田さん覚えてなかったんですよ。結構僕にとって強烈な思い出なんです。じゃあ、うんのくんって言って、この画面ちょっと作ってほしいんだけどって言って、それが頼まれたのは夜の6時、7時ぐらいですね。それで、あ、わかりましたって、いつまでですかって言ったら、明日の朝見せなきゃいけないから明日の10時になれば大丈夫みたいな。なんて優しい。ちょっと待ってくれ。でもおかげで、実はそのおかげで、夜仕事してたらいろんな人声かけてくれて、うん、あ、なんかじゃあご飯一緒に食べるっていうところからみんななんかキャッキャってなって。よかったね。はい、ありがとうございます。でもまあ見せたものすごい褒めてもらえて、あ、いいのできたね。アメとムチやな。アメとムチ。パワハラじゃない。パワハラではないです。
お願いしたの。お願いですかね。心よく引き受けてくれ。そうです。一応できるとは聞かれましたからね。やれますっていうか。あれね、B2W2 も。あ、そうですね。ディレクターさんやらせていただいたりとか。皆さんどうですか ?30 年の思い出として。じゃあ、森本からいきましょう。あ、そうです。森本ね、いろいろ考えたんですけど、一番の思い出、ミュウだけど、これ話しても、もう語り尽くしちゃったんで、WCS。もう、一回じゃないけど、はい、森本はもう、なんか毎年毎年 WCS 行ってるんですけど、はい、まあ、いろんな国の人たちが集まって、みんなポケモンを熱く語って、はい、我々が作ったゲームを、本当に熱く遊んでっていう、うん、あそこの記憶っていうかはもう、はい、相当もう毎回毎回思い出かなっていう、うん、熱量すごいですよね、うん、会場があるホテルの廊下でみんな座って廊下に座って、うん、いろんな人たちがカードやったりとか、うんはい、バトルしたりとか交換してたりとかっていうのがあれ結構圧巻ですよね圧巻ですね、うん、だし近年だとポケゴーをやってる人たちが街の周りにたくさんいてみたいな、ねはい、みんなボール投げてますもんね街中ポケモンっていう感じがね、はい、もうやばいなと、うん、こんなにポケモン好きな人たくさんいるんだ、はい、まあそういう思い出ですね WCS はね、はい、なかなかいいよね、はいうん、次は自分のタニシが言っといた方がいいもん、はい、タニシがどういう話をするかによって生まれてからの話だからねそうですよね30年人生だよ僕の人生ですよね。30年って、ね。まあ僕、前職別の会社さんでゲーム作らせてもらってましたけど、うん、ゲームフリックに入社して一番最初に出たゲームがポケットモンスター3。はいはい。だったんで、やっぱりポケモンっていうプロジェクトに初めて関わって、世界でこういろんな反響、いろんなメディアで自分の作ったゲームを見れるっていうのが、やっぱり一番思い出に残ってますね。店頭を並んでみんなが見てくれてる時に、すごい嬉しかったですね。うん、めちゃくちゃ頭の中には、こうこびりついてますね。思い出として。まあでもゲームに絡む思い出しかほとんどこびりついてないですけど。はい。じゃあ、私はですね、30年っていう区切りの多分外に行くと、多分社長と出会ったこととか、あ杉森さんと出会ったこととか、はい、かそういうのも入ってくると思うんで、はい、30年で行くと、ポケモンを通じて、いろんな世界中の人に出会ったっていうのは、すごく自分にとってはでかくて、はい、日本でも、まあ、今本当にツイッターとかでどこどこ行くよって来てくれたりとかって、はい、で海外でもなんかどこどこ行くよって来てくれるみたいなことがある中で、はい、これちょいちょい言ってるんだけど一回フランスにロンドンからリヨンに行く時があって、はい、でロンドンで仕事してからリヨンに行くの一人やったね。その間にツイッターで今からリヨン行くんだって、はいでかなり心細いじゃん一人、まあ、そうですね、リオンにいたポケモンファンたちが集まってくれて、はい、でリオンについて一人ガラ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 っつったら、はいはい、マサさんが本当に一人で来たって普通一人色紙を持ってて感じで、はい、マスダさんリオンへようこそって書いてくれててそれ10人ぐらいが来てくれてて、はいで俺ホテルとかも分かんないじゃん。いやこれググるべきかと思ったんだけど、まあ、聞いてみようと。うん、で聞いたら、あ、分かる分かるって言ってくれて、そこが意外とちょっと遠かったね。あ、そうなんですね。そういうバスで、バスに乗ったことないじゃんよ、はい。その10人が、俺に1人チケットくれて、はい、で、ホテルにチェックインして、はい、でみんなをこう、そこまで集まってくれて、はい、で、俺まだ夕方まで時間あったんで、はいいつもバトルしてる場所がある。うん、でリヨンの川沿いに、はい、レストランがあるんだけど、はい、軽いなんかハンバーガー食うみたいな、うんはい、そういうそこでなんかいつもバトルやってなって、そのメンバーがと一緒にそこでバトルして、はい、で、どんどんなんかそこに人が集まってきて、最終的に20人ぐらいになって、で、旧市街を2人日本語ができる女性がいて、はい、その人たちが全部通訳してくれて、だからファンだけよ。すごい。日本人一人、はい。全員フランス人で。なんかどこ行きたいって言われたんで、はい、なんかゲームセンターみたいなのあるのって言ったら、あったね。ストリートファイターの最新のやつを店長とバトルさせられて、はい、超ボコボコにされて。これよくわかんないけど、俺むっちゃ負けたけどなって思って。はい、で、最後にこうサインして、はい、ありがとうっつって、えー。で、こういうなんか、
経験は、はい、ポケモンがないと出会えないし、うんうん、でそういうなんか日本や各国でいろんなポケモンをプレイしてくれて遊んでくれて、はい、でそうやって応援してくれる人たちのおかげで、うん、本当にポケモンがこう回ってるっていうか、はい、してるんだなと思ってすごい感謝をしてます、うんまあ、これは本当に宝だなって、はいうん、ありがたいなって思っております。だからなんか自分たちこう作るだけじゃないっていうか、なんか作ったものをやっぱプレイしてもらって、はい、それを遊んでくれてる人たちがみんながこうさらにこうフィードバックしてくれて、はい、面白かったって言ってもらえることが、はい、自分たちがもっと次のいいもの作ろうっていう気持ちになってくれる、はい、だからこの循環がすごいいいなと思って、はい、こういうなんか YouTube とかでこうやっていろいろこういろんなことをお届けできるっていうのもまた、はい、まあ今の新しいこうね、次のステップに向けてのゲームリークっていうのもあると思って、うん、はい、リトルタウンヒーローもそうですけど、あのいろんなギガレッカーもそうですけど、なんかいろんなゲームをね、あの世界中の人に遊んでもらえたら嬉しいなと思いますしね、はい、うんうん、まあもちろんポケモンもあの3匹も、はい、可愛い人たちなんで皆さん可愛がってあげてもらって、マッサージフェアもそろそろ終わりということになってきますけれども、はい、これまで、ゲームフリーク30周年記念ということで、公式 YouTube チャンネルゲームフリーク秘密基地をやってきたんですけれども、うん、まあ一旦ここで、まあ、お休みという状態で不定期更新になっていきますけれども、はい、まあ我々はね、あの開発という形で皆さんに多分いろんなものをまたお届けできていると思いますので、まあその中でまた生まれた秘密があれば、ここで改めて生まれた秘密があったらあればヌークリームの話、またクリームの話ですか。なんか不定期にまたこういった皆さんの前に、はい、ね、お届けしたいかと思ってます、はい、またその会う日まで、お待ちください。そしてその間我々に作っている作品をぜひ楽しんでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では皆さんまた会う日までチャオ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 ゲームフリーク秘密基地1年間ありがとうございました。またねまたね。またね。